本日はですね、ルカによる福音書の19章の1節から10節を先ほど読んでいただきました、ザーカイですね。ザーカイという、人物が聖書に出てくるんですけれども、イエス様に出会って人生が変えられた人ですね。その人の聖書の物語を今読んでいただきました。そこからですね、今日お話をしたいと思います。今聖書で読んでもうそれで、あ、こういう話だなっていうふうにお分かりであったかもしれませんが、もう一回ですね、ちょっとイラストを見ていただきながら、このザーカイという人とイエス様が出会った時の話が、どんなんであったかということをですね、ちょっと申し上げたいと思います。では最初の例をお願いします。イエス様は弟子たちと共にエリコという町に入り、その町の中を通っておられました。このエリコの町にザーカイという人がいました。この人は徴税人の頭であり、とても金持ちでありました。徴税人はユダヤを支配するローマ帝国の手先だと考えられていて、また税を集めるときに自分の取り分を多く要求する人もいて、当時の民衆から非常に嫌われていました。そして罪人というようなふうに呼ばれていました。2番目の絵をお願いします。ザーカイはイエス様がエリコの町にやってきたと聞いて、そのイエス様がどんな人かを見ようとしました。しかし彼は背が低かったので、群衆に遮られて、イエス様の姿を見ることができませんでした。ザーカイのことを嫌う人々が、このザーカイが列の前に出ていくのを邪魔をしたのかもしれません。3番目の絵に行きましょう。そこでザーカイは、イエスを見るために、走って先回りをして、その通る道にですね、イチジククワの木を見つけたので、その木に登りました。すると、ちょうどイエス様がその木のそばを通り過ぎようとしておられました。4番目です。驚くことに、イエス様はザーカイの下のあたりにやってくると、なんと上を見上げてザーカイに話しかけられました。5枚目。イエス様は言われました。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしている。ザーカイはどんなにびっくりしたことでありましょうか。初対面のはずなのに、イエスはザーカイの名を呼び、しかもあなたの家に泊まることにしていると言われたのです。6枚目。驚きつつも、あまりにも嬉しいこのイエス様の言葉を聞いて、ザーカイは急いで木から降りてきました。7枚目。そして、喜んでイエス様を家に迎えました。急いで料理を準備させ、そして心いっぱいにイエス様と弟子たちをもてなしたのであります。しかし、このイエス様の振る舞いをよく思わない人々がいました。このザーカイのような徴税人たち、また遊女たちは律法をきちんと守らない生き方をしているので、当時のユダヤ人たちは罪人と決めつけて、それらの人々と距離を置こうとしていました。これらの人々は、イエス様に対して、あの人は罪深い男のところに行って宿を取ったと言って批判したのです。8枚目。しかし、孤独なザーカイに友のようにして振る舞ってくれた主イエスとの時間を通して、このザーカイの心は変えられました。ザーカイはイエス様に言いました。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。また、誰からでも騙し取ったものはそれを4倍にして返します。9
9枚目です。イエスはザーカイに言われた。今日救いがこの家を訪れた。この人もアブラハムの子なのだから。人の子は失われたものを探して救うために来たのである。つまりイエス様は神様の救いを受け取るべき存在でありながら、自分からは神様のもとへ立ち返ることのできなくなっていたこのザーカイをイエス様が探しにやってきたんだというふうにおっしゃったのです。ザーカイは神様の愛の心そのものであるところのイエス様に出会って、イエス様が届けたその神様の愛を、その愛の心を受け入れて人生が変えられたのでありました。以上です。今のがローマの、あ、ローマではありません、ルカによる福音書の19章の1節から10節に出てきたこのザーカイとイエス様の出会いの物語であります。当時ユダヤ社会はローマ帝国によって支配されていました。そして徴税人、税を集める人はそれをローマ帝国に納める、そういう働きをしていたわけですね。ユダヤ人たちは独立意識の強い民族であり、もちろんどの民族もそうでしょうけれども、そしていつかローマ帝国からユダヤ人を解放して自分たちの国を作ってくれる王、メシア、キリストが来るとこの時も強く信じていましたから、逆にローマ帝国の、まあ、手先のようにしてローマ帝国のために税金を徴収する人というのは、単に税金を集めるから嫌な人ってそういうことではなくですね、それはユダヤ人の生き方に反していると。そして彼らはローマ帝国の手先といいましょうかね、出先として仕事をしていますから、異邦人とよく食事をしたり交わることがあるわけです。ですから律法をちゃんと守ることのできない人ということで罪人という、そういうですね、呼ばれ方をしていたわけです。そんなザーカイのところにイエス様がやってきたというお話ですね。今日はこのところから2つのポイントで短くお話をさせていただきたいと思います。まずこのストーリーが私たちに教えていることは、1番目、イエス様は私たちがイエス様の友と呼ばれることを恥とされない。まあ、よくイエス様は私たちの友だというようなことを聖書も言っていますし、賛美でも後でまた献金の時間にそのような賛美を歌いますけれども、イエス様は私たちの友と言われることを全く恥とされない。6節から8節をもう一回お読みします。ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。これを見た人たちは皆つぶやいた。あの人は罪深い男のところに行って宿を取った。しかしザーカイは立ち上がって主に言った。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。また誰からでも騙し取ったものはそれを4倍にして返します。イエス様が自分の名前を呼んでくれて、しかも家に泊まると言ってくれたことがザーカイにとってはどれほど嬉しかったことでありましょうか。このザーカイという人がどういう経緯で徴税人になったのかは分かりません。またどれだけですね、その自分の私腹を肥やすような税の取り立てをしていたのかもはっきりとは分かりません。この徴税人と言われる人々は、それは仕事でありますからですね、ある程度のその、まあ、手数料といいましょうかですね、その、正当な報酬として、そのローマ帝国に納める分以上の少しをですね、多く取り立てることが許されていました。ただその、自分の仕事のですね、報酬としていただくその金額は自由にと言っていいんでしょうかね、その人が決められたそうです。ですから適正なその取り分がいくらであったとしても、それより多く彼は取り立てることができたわけですね。それも納めないと、
ローマ帝国のその権威のもとにですね、それを強制的に治めさせることができますから、そういった意味で恨みを買うこともあったでしょうし、それゆえに彼は大金持ちであったっていうわけであります。ですからそういうことをやっていれば同胞から嫌われ疎まれるのはもうしょうがないような生き方をしていたかもしれません。しかし彼が悪かったにしろ、どのような理由であったにしろ、彼は孤独でありました。あの人は罪深い男のところに行って宿を取ったという、このイエス様に対する批判の言葉でありますけれども、しかしそれはイエス様に対する批判だけではなく、ザーカイに対する批判でもあるわけです。ユダヤ人たる者、ザーカイの家には立ち寄るべきではないというような言葉になっているわけです。訪問したイエス様への批判ですけれども、しかし同胞全員がザーカイから遠ざかろうとする、そういう言葉なわけですね。あの人はあんな生き方をしているから孤独でもしょうがない、あの人が生き方を改めない限り彼に近づく人はいない。私たちもそのように誰かについて考えてしまっていることはないかということを思わされるわけですね。彼は孤独だ、気の毒だけれども、でもしょうがない、彼はあんな人だから。イエス様はこの時まだ変えられる前の古いままの、みんなから嫌われているままの、そのザーカイに声をかけました。そしてあなたの家に泊まるよと、聖書の言葉では今日はあなたの家に泊まることにしている。でもこれ言語で読みますと、今日私があなたのところに泊まるのは神が決めていることだというような、そういうようなですね、強い表現が使われているんですね。ですから単に私がそう思っているよというよりも、神様が本当にあなたのところに行きたいと願っている、まあそんなことが表されている言葉なんですね。家に泊まるというのは親しさを表す行動ですよね。その人の家に泊まる、もちろん泊めてあげるということもそうですし、泊まりに行く、それはやはりお互いに心を許し合っている関係だからこそ泊まるし、また泊めてあげられるわけですよね。ここでイエス様とザーカイたちの間にどのような会話がなされたかは詳しくは記されていません。しかし想像できることは、ザーカイはイエス様に責められて、問い詰められて、反省を迫られたのではないだろうと。いい加減そういうことはもうやめたら、なんていうふうに言われたわけではなく、イエス様をお迎えして、イエス様と楽しく食事と会話を楽しむ中で、彼は喜んで進んで自ら、主よ、私は財産の半分を貧しい人に施します。また、誰からでも騙し取ったものはそれを4倍にして返しますと、そのように言ったのであります。ザーカイをこのように変えることができたのは、イエス様が同胞たち、仲間たちから批判されても、ザーカイの友達と呼ばれることをイエス様が恥とされなかったからですね。イエス様は同じようにですね、私のようなもの、私たちのようなものの友と呼ばれることを全く恥とはなさいません。むしろ私たちのような弱い者の友と、そのように呼ばれることを喜んで引き受けてくださってですね、私たちのもとに近づいてきてくださるお方です。2番目に申し上げたいことは、イエス様は自分ではイエス様のもとに行くことのできない人、自分では正しい場所に帰れない人、自分では神様のもとに行けない人のもとにイエス様の方から行ってくださるお方であるということです。9節、10節を読みます。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家を訪れた。この人もアブラハムの子なのだから。人の子は失われたものを探して救うために来たのである。
ザーカイにとってはイエス様は初対面のはずでした。ザーカイは単に評判の人物、やはりですね、こうイエス様の噂というものはもう、全土に広がっていましたから、そのあの有名な彼がエリコに来たというならば、やはり一目見なければと、そんな気持ちで木の枝に登っただけであったと思われます。何かを話を聞いてほしいとか、あわよくばうちに来てくれるだろうとか、私の寂しい気持ちを聞いてくれるだろうか、そんなことは全然彼は期待していなかったんだと思います。しかし木に登って、そしてどん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 イエス様が一行が近づいてくる、そして自分の真下に来た時にイエス様は見上げて名前を呼ばれました。ザーカイと。イエス様はザーカイのことを知っておられました。ザーカイの個人の名前を呼んだんですね。そこの木の上の人、何をしてるのなんて言ったんじゃないんですね。ザーカイ、そして早く降りてきなさい。この早くって言うんですね、イエス様ね。よかったら降りてこないかじゃないんですよね、うん、早く降りてきなさいって。まるでイエス様はこのザーカイに会うためにエリコの町に来たんではないかと、まあ、そんなふうにはですね、聖書ははっきり書いておりませんが、でも今日はあなたの家に泊まることにしているというのはですね、もう神様がそうお決めになってるって意味合いだと申し上げましたから、もうこれは神様にとって、イエス様にとって、もうエリコに来たのはザーカイに会うためだったと言っても過言ではないんですね。私たちが神様を知らなくても、私たちが神様を意識していなくても、私たちがこの神様を信じられなくても、でも神様は私のこと、私たちのことを知っていてくださるということです。イエス様は失われたものを探して救うために来たと、この物語の最後におっしゃっています。失われたものというのはですね、まあ、人間であれば迷子、物であればなくしてしまったものということです。失われたものは自分の力では神のもとに帰っていくことができない存在のことを言い表している言葉です。迷子というのは自分では帰れないから迷子なんですよね。そのような存在である私たちを神様はいつでも探し求めていてくださいます。私たちはただその神様が私を探してくださっているということに気づけば、神様は愛の心を持って私たちを迎えようとして探していてくださるということを受け入れれば、目には見えないけれども神様が今も今日もこの瞬間もそのようにして私たちを探していてくださるということを信じれば、いつでも私たちは神様のもとに帰ることができます。この瞬間に神様は私たちの孤独な心に愛をもたらそうとしてくださっています。ですからこのメッセージの後で一緒にお祈りをいつもしますけれども、祈りたいと思うんですね。自分のために祈りましょう。もしあなたが私を探していてくださるのなら、あなたのもとに帰りますと。そしてもし自分のことではなくて誰か他の人のために祈りたいなら、その人のために祈りましょう。まだ神様の愛が自分のものだとはっきり分かっていなくて、明確に神様を受け入れてない人、その人が神様のもとに行くことができるように、帰ることができるように、探してくれている神様の愛に気づいてそれを受け入れることができるように祈りたいと思います。私たち一人一人、そして祈りに覚えているその人を愛して、その心の扉を叩いておられる神様の愛をみんなが受け入れることができるようにと祈りたいと思うんですね。今日はメッセージの後で、メディア選挙のですね、尊い働きをしている CGN ジャパン日本 CGN のためにお祈りをする時間をまたしばらく持ちたいと思っています。さまざまなキリスト教の内容のですね、放送を通じてメディア選挙、放送といってもですね、それで、稼ぐためではなくて、イエス様の御言葉、それこそ神様の愛をですね、届けるためのその奉仕働きを担っていてくださいます。イエス様がザーカイのところに行ったように、そのメディアを通して
その人のところにですね、イエス様が届けられるんですね。そのことを覚えて祈りたいと思うんですね。私たちはすでにイエス様が来てくださいましたけれども、まだそうでない人、日本人の、日本に住んでいる 99% はそれが届いていない人々なんですよね。そのために私たちも何かができるようにと祈り願うことでありますけれども、そのできることの一つがメディア選挙のために祈り、またそれを支援していくということですね。ザーカイのもとに、この時はイエス様が来てくださいましたけれども、今の時代はこういった手段を通してイエス様が失われた方々一人一人に届こうとしておられる。私たちも誰かのために祈ります。そして日本のどなたかにまたこの CGN の働きが届けられることですね。また祈りつつ、本当にザーカイのように私たちも変えられ、また私たちが祈っている人たちも変えられていくようにと、そのことをですね、お祈りしたいと思います。ではしばらくですね、黙祷でも結構です。声に出してくださっても結構です。しばらくご一緒に祈る時を持ちたいと思うんですね。私のところにイエス様来てください、もしくは私の祈っているあの人のところにイエス様が訪れてください、イエス様の愛が届きますようにと、しばらくご一緒にお祈りしましょう。